これ近くにいても聞こえないアモンガスですか？ん？うわっ！いや、本当に。あ、勝ったと思った？テラサーよくやったぞーっテラサーでよくやったぞーテラサー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 よくやったぞーナイスパンピンパンナイスイエーイナイスイエーイナイスボタンクルー使用しますクルー使用撃てないでしょ撃てないでしょあらあら撃てないよね。ああ、絶対インポスターでしょ。テラさんよくやったぞー。テラさんよくやったぞー。感染しだしてんだけど。玉ねぎ肉。ジンワン、兄さん。僕インポスターなんですけど切っていいですか。ダメです。あ、本当ですか？それ。嘘です。いやテラさんよくやったぞいやかな誰キルしようかなあインポスターいるテラさんよくやったぞさん押していいかなテラさんあー何何何何何ボクセリフです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 ボクセリフあセリフじゃないですセリフじゃないセリフですえなやないないないセリフセリフじゃないちょっと待って怪しい何何何何がまず三四朝深呼吸することが大事ですよこういう時了解ですはい打つぞ早く言えよ早く言えよどうしたんだよ早く言えよ僕つつんだはい何がつんだんだ何があったんですわ役職言えよセンターさんにセンターさんにインポスター使用されたんですよ。ああ。で、セリフ使用返したんですけど。あ、聞こえてなかった。僕は、兄さん。嘘ですって言ったのも聞こえてなかったですか？嘘です。あ、聞こえてなかった。あ、コミサボ入ったからね。聞こえてなかったの。そう。ああ、神タイミング。僕、はい。あ、僕、いつ言いました？コミサボ中は聞こえない。役職はあります。いつ言いました？最後のミーティングルーム。ああ、全然聞こえてなかった。ただのおふざけか。なるほど。なるほど。メイさんはじゃあセリフであるというふうに。はい。でもセリフです。じゃあリンゴさんがでもじゃあリンゴさんが誰切るしよっかなって言ってましたずっと。うん言ってました言ってました一人で。お。えそれはマジですそれは。じゃあリンゴさんリンゴさんリンゴさん三者さん。ちなみに言うとちなみに言うとリンゴさん一人でそれ言ってましたちなみに。はい、えですよ。いや、それクルーでもやります。それクルーでもやりますね。嘘だね。クルーでもやりますし、今回のインポスターの時もやりますってことです。何するのかな。あらあら。クルーでもやるので、釣らないでください。お願いします。なるほど。まあ誰も死んでない。おお。あぶね。まだまだ。あぶね。まあまあ。インポスター今日。ね。うん、釣られたかった。惜しかった。あやばい。すっ。どうぞよかったぞよいしょ。ふんわり、ダリオ、ダリオ。あっちゃん。ほう。ふわっ。へっ。あー、何あいつ。あー、負けした！負けした！やだ！やだ！やだ！話して！やだ！やっちゃった。あー、これはやっちゃった。どうしたの？俺にはサンシアさんが、メイ様を切って自爆したように見えたけど。ね、違うな。いや、私もっとね、後ろの方にいたと思うんですのよね。なんか、サンシアさんとカキさんと、あと、うん、あれリンゴさんですわね、はい、の4人でまああのサンシアさんがリンゴさんを切るみたいな切るってカチさんがなんか言ってて、うんうん、まあそれについてってなんか鬼ごっこしてて、うん、サンシアさんとリンゴさんが、うん、でなんかごちゃごちゃしてて、はい、サンシアさんが死んだ
トリガーリッシェリーセオリア。ドアを開けようとして、あのエンジンの上の宿舎前の下のドアを開けようとした瞬間に、うん、サンシアさんが死んでしまったので、砂ザメさんは誰がやったか分かりません。ザメさん10秒前ぐらいにシャワーで下に降りてってるの見てる。その後夏目先生とか先端さんとかと僕がシャワーで、結構前ですね、結構前にシャワーで下に行ってるのを、うん、シャワーだけかな。まあ彼は自爆ってことでしょ。うん、サンシャさんは自爆、シェリフいないよね。自爆っぽいですね。あ、サンシャさんシェリフだから、ごめん、メイさんが隠しろ、私だったんですかしら、じゃないかな、多分多分、ね、いや、なんか何とも言えなくて、多分カキさんはちょっと離れてたと思っているので、うん、メイ様がリンゴを切ってって感じだと思います。これはサンシャさんより砂爪さん詰めた方が良さそうじゃない、うん、そうですね、うん、うん、夏目八ちゃん先端はまあ無理だと思う。あ、てか夏目から八ちゃん先端無理ってだ。エンジンに3人いたことを確認していて、最後アドミをちょっとだけ見てます。もわー、中野地武器庫です。え、エンジンさん、え、中野地武器庫です。中野地武器庫、エンジンさんと、エンジンさんか、多分か、かきめい、あ、イルさんとさん、スアドミさん一緒に動いてませんでした、なんか。いや、動いてないですね。え、動いてましたね。動いてなんか追いかけてた。え、あ、ね、途中までは一緒にいたんですけど、途中ちょっと離れましたね。シャワールームに。ああ、そうそう、そこで見た。どこ、その後砂さん、砂さんどこに行ったかわかる？いや、ちょっと見てない。わかんないです。見てない。え、本当です、本当です。まあまあまあ。だからなんか気に入らない。まあまあ、もう一回遅か、じゃあ。うん。はい、おお、え、ちょっとあの考えといてね、うん、あの、え、黒っぽく見えるなぁ。わ、一緒かよ、お久しぶりです。え、聞こえ、え、聞こえてない、え、え、近くにいても聞こえないアモンガス、これ。あれ？これ近くにいても聞こえないアモンガスですか？ん？うわっ！近くに、どう、そう、あの、うん、近いやつのタスクからやろうと思って、うん、であの、で、シャワールーム、砂さんと一緒にシャワールーム行ったよね。え、議論してるんだけど。おい、ボタン押してくれ。およいよ、全然ボタン押さねえじゃねえか、なんでミーティングに固まってんの。あれ、死んでるよ。え、あれ、死んどるが。ほう、あんなに怪しかったのに。リンゴさん、どこで見たとか。見てない、見てない。てか、なんでボタン押さないの、みんな。話しちゃったら、先生と一緒に。ミーティングに上がってた人はやってない感じ、うん、?5 人ぐらいいた、うん、4人ぐらいいた、うん、はい。一番最後に上がってきたのはのちさん。イルさんとは僕一緒に湧いて、はい、で、先端さんもキルクール開ける前に多分登ってきたと認識してるので。ハッチャンとアルタイルさんがなんか議論してた。先端、アルタイル大丈夫。うん、はい、はっちゃん先端アルタイルがもともとそこにいて無理だったっていう感じ。はいはいはい、うん、他の人の位置を教えてください。途中までずっと夏目先生と一緒にいたいんですけど、エレキで、うん、なんか最後どっか行っちゃいましたね。あ、最後ね、夏目先生エンジンルームで左のコックピット側から来てるのに合流しましたわ。え、コックピットかコミュニケーションのどっちかから多分来てると思います。じゃあ、カキさんが嘘ってことか。マジ、私ね、展望デッキ、キッチン、武器庫で、エンジンルームで、まあそこから左の方から来た夏目先生と合流している。じゃあ、カキさんと夏目先生の LINE、うん、いやいや、違う違う、 LINE ではないんですよ、うん、ただ単に俺は途中まで一緒におって、うん、で、その後そこまで移動するのは変だなっていう。いや、柿から逃げてたんだよ、うんうん、ああ、そういうことね、なるほど、うん、だからコックピット
とかコミュニケーションで死んでる可能性はなきにしもある。あ、あるあるある。え、それ寺蔵さんが否定できてるでしょ、アドリン見てる。マジ？え？今？昨日の話だよ。アドミン見た人誰？アドミン見たのは。昨日の話。アドミン見たのは昨日の話でしょ。うん。なんだ。そうそうそう。じゃあダメだ、終わった。夏目だじゃん。終わった。終わった。じゃあ夏目だ？イエーイ。何があったんですわ？わからん。なんか俺は一応言っておけど浮いてるよ。アーカイブ脇ラウンジ貨物ラウンジアーカイブでミーティング誰も押さねえじゃねえかっつってリフトを右から左に来てボタンを押しに行ったんだけど、先にハッちゃんが押したんだ。これ俺のボタンじゃなかった。なんだ。ほうほう。わかんないからスキップしよう。わかんない。そっかー、あへー、え、結局前日の話はそう、イルさんのは、はい、イルえはい、ボタン押します、ボタン押します、ね、ボタン押してもらいたいね。ダン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 。およよ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 ですわ。あです。ああですわ。およよよ、およよよよよよよ、およよよ、およよ、およ。開かない。開かない。つまり、じゃあ。開かないです。開いた。ああ、ええ、ええ、ちょっと待って、待って、待って。はい、はい、二人がつけました。二人がつけました。二人がつけました。どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、書き、書きあるタイル、書きあるタイル二人がです。書きさんが切ってたのを、イルさんがスルーして逃げて。え、違う、え、違います、違います。今、ドアのやつを、待って、待って、え、え、でも逆にそこまで見えとるの視界おかしくない、やっぱ夏目先生。僕も見えてまーす。おかしくない、どうでしたわ。ラキさんでいいと思います。わかんない。ラキさん。全然わかんなかったよね。ラキさん。はい。どっちから？ラキさん確定。先端ラインだこれは。か、ラキさん確定。絶対そう。ハッちゃんも見えてたよ。俺やってないんで。俺やってないんで。何危ないぞこれ。ラキさんがアルタイルさん。ちゃんが死んでる。って言いまくってたのは何なんですか？え、なんか前の議論ですごい怪しまれてたから、 それでなんかどう説明するんですかね、なんで怪しまれてるんですかねっていう話をしてました。そうそうそう、なんかまあ僕はそこまで、そこまで塗ってくるんなら先端の集めだと思いますけど、いやなんかそれは弱いな弱いな。なんか弱い。弱いな。それは弱いな。だって僕らは、だって僕と、あのね。滝さん釣り、アルタイルさん釣りの順番でローラーでいい。いや、よくない、よくない、よくない。絶対よくない。よくないと思います。だって5人いて3人がよく見えなかったって言ってるのに、2人がすごいはっきり見えたって言ってるんですよ。キルした瞬間見たの？あ、見た。滝さんがキルしたタイミングを見た。ほら、見た。僕は見た。アルタイルさんがスルーしたとかはわかんないけど、滝さんは見た。あの残念ながら停電になる瞬間だから、あの全然まだ視界広かったんで全然見えます。アルタイルさん、アルタイルさん、アルタイルさん、エビルゲスターなんで、はい、誰か一人殺して3対3の状況に持ち込みましょう。わかりました。それいいな。あ、俺ジャッカルなんで、あっ、モーニングです。先に入れるぞ、先に当ててください。誰か、はい、残念でした。どうやってやるんですかこれ、どうやってやるんですか。ね、それを、メイヤーを当ててください。インポスレイヤーさん、もう早めに打って、早めに打って、誰でもいいから。レイヤーですわ。レイヤー、レイヤー。モーフィングラインに。メイヤーですわ。クレア、クレア、クレア。メイヤーですわ。誰かクレア。あ、死んだ。レイヤー負けだ。なんで？負け。私メイヤーですわ。勝ちましたわ。もう負けばいい。もう抜けていい。僕もう抜けていいですかな、これ多分。いや、ダメだよ。ちゃんとしね。ひろさかめきよ。ひろさ。ひろぞやっちゃったね。ひろぞ。さあ、やめてください。ひろぞやっちゃったね。やめて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 。およよ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 。はい。チェックメイトです。国旗投了です。
投了です。まあでもワンチャン、ワンチャンあったから、一番いい手ではあったかなと思うから、もう使用しちゃった。もう柿さんがそれ思いついてほしかったんだけど、柿さんが思いついてくれないから、俺が言わざるを得なくなった。あら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 。で、残念でした。終了です。誰に、誰に狂ったのかな。メイヤー生きてた？生きてます。生きてます。俺だ。俺だ。やるやないか。俺を撃ったのか。俺だ。私です、後ろ。俺だ。ごめんなさい。ICC、どんまいどんまい。まだまだまだ。中野地さんをメイヤーで当ててないともう負けの場面だったんで、僕の提案もあんまり良かったかって言われると、メイヤーが生き残ってたらほぼ負け場面。よかったぞ。ごめんなさい。よかったぞ。煽り。でもまあ、あのままやってても多分柿さんが釣られて、でまあイビルゲストは結局当てないと、そのままアルタイルさんも釣られてテラズを一人で頑張るみたいな感じになってたんで、あまあ良かったんじゃないですか。いやそれ良かったと思う。テラズ良かっただテラズ良かったぞ頑張った。これだ誰の声？頑張った。誰の声？ジジジジ。負けてんだよ。柿さんも完全な誘導にやられちゃった僕。あれなんか誘導したっけ？え、俺を撃ったんだよね。アルタイルさん。あ、いや違います。お嬢様を。え、私？クルー。え、当てたら当てたらいい。え、なんか当てたらいいのかな？っていうお嬢様クルーじゃん。クルーですよ。メイヤーで言ったんでしょ。え、メイヤーで言ったんじゃないの？え、お嬢様クルーでポチポチって2回連打してしまいました。あれ？でも間違いだじゃあそれ。間違えてる。クルーイズです。合ってるよ。そうなんだ。残念。あら。あ、英語がいっぱいあるから。当たってても負けてるわ。メイヤーが終わってるっていう。メイヤーがこういう時にやっぱ輝くな。素晴らしい。